チーム唯一のリーグ優勝の原動力となったポール・モリター。指名打者として初めて殿堂入りを果たした。この一覧はメジャーリーグのナショナルリーグ中地区に所属するミルウォーキー・ブルワーズの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に上げた。 なお、レギュラーシーズン及びポーストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。ミルウォーキー・ブルワーズは1969年、アメリカンリーグにシアトル・パイロッツとして加盟。このチームは1年で財政難となり、ミルウォーキーに移転し、現在のブルワーズとなった。ブルワーズは、球界再編の度に、所属先を移転している。当初はアメリカンリーグに所属であったが、 1972年には、テキサスレンジャーズの本拠地移転に伴い、アメリカンリーグ東地区に編入。1994年の3地区制導入で、アメリカンリーグ中地区に再編された。その後、1998年の球団拡張に伴い、ナショナルリーグ中地区に再再編され、現在の形となった。1982年、チーム創設14年目にして、 宿発優勝。リーグ初優勝も果たす。その後はポストシーズンから遠ざかっていたが、2008年にワイルドカードを獲得。26年ぶりにポストシーズン進出を果たしたが、ディビジョンシリーズで敗退している。判例。ありがとうございます。